久野靖典の毎日が有給休暇。はい、では今日の言葉を見ていきましょう。本日はこちらです。常に仕事の目的を考える。解決策はそこから生まれる。どういう意味ですか、これは一体。まあ、仕事の目的、目的を考えれば解決策も一緒に分かってくるよっていう、という意味ですかね、はい、そうですね。ここ最初のポイントはですね、はい、今日紹介したいコンセプト、OKRs。 OKRs、 知ってますか？いや、知らないです。知らないですか？ O は Objective。 Objective どういう意味ですか？ Objective 目的ですね。目的 Objective。 KR は Key Result。 Key Result、どういうかというとですね、オブジェクティブ、仕事の目的、そしてキーリザルトというのは、まあ測定可能なですね、具体的な結果を考えていく。この2つを考えることによって問題解決ができる。これどういう意味かというと、以前説明したこの、我々この3つの輪というものですが、会社があり、お客様から、でお客様に対して価値を提供していくこと、ここがですね、目的になる。ここで重要なのは、目的というのは会社の中にない、ね、これは社員自分の自身にもない。会社の目的というのは常に自分たちの外にある、お客様サイドの方にあるというのが目的。まず目的を考えることによって、自分たちのしたいことに引きずられず、お客様、社会が要求するものを考えることですね。で次にこの、Key Results は、これ2つに私分けました。1つはですね、KGI。知ってますか ?KGI。何ですか ?KGI。Key Goal Indicator。キーゴールインディケーターというのは財務的な指標ですね。売上とか利益とかっていう財務的な指標。でもう一つこちらは KGI に対して KPI、KPI、キーパフォーマンスインディケーター。これは2つに私はこのキーリザルト2つに分けてみました。まず目的を考えた後、キーリザルトとして財務的な指標、それからこれはですね、行動指標ですね。で、財務的な指標を達成するためには、これはこういう関係になります。こちらが、結果で、こちらが手段。このように、KGI、こことここは等価等価の関係になっているので、目的を考えた後、この目的を測定可能な予算化する。そしてこれを行動の状態に落とし込んでいく。この3つを考えることによって OKR、真、目的をまず考える、そしてそのための測定可能な手段は何かを考える。で私の場合ではこれを KGI と KPI に分けて考えることによって問題が解決されるというこのコンセプト、いかがですか渋谷さん。バッチリです。